ずるずる。どうもカピバラ太郎です。毎日カップ麺健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、新薬そば UFO 大盛りトマト&チーズリザーチ薬そば2024年9月30日新発売なのだ。おう、皆さんどうもお集まりいただきありがとう。あ、もう大丈夫大丈夫、ありがとう。さてここに来ているということは、皆さん多かれ少なかれに新焼きそば UFO に興味があるという認識で間違いないかな。そして今まさに低評価ボタンへと指が伸びている。違いますか？でもちょっと待ってください。半袖短パンのシャキツやセチならともかく、いい年した人間が動画見る前からその思考あまりに短絡的で稚拙だとは思いませんか？もちろん低評価をつけるなと言っているわけではありません。ですが低評価をつける前に一つだけこの私と約束をしてほしいんです。まずは焼きそば UFO を食べてみてください。自分で食べるもよし、友人や恋人、家族に食べさせるのもいいでしょう。その時に溢れ出る感情を知ってあなたが違うと気づくことでしょう。焼きそば UFO は争いに導く火種ではなく幸福に導く糸だと。実食。正直ピザ感はあるけど、麺で食べる意味は何なんだろうって感じですね。チーズパウダーかけた瞬間だけ、あ、ピザっぽいってなるけど、すぐに焼きそばに戻っちゃうんですよね。これパスタだったらもっと自然にピザ感が出るかもしれませんね。焼きそばの食感とピザの味ってちょっと違和感ありますもんね。意外と好き。ごちそうさま。